やあ、せつなけいすけだよ。木枯らしめぐる愛の名を続きからやっていきます。なんと今回最終回かもしれません。どれやっけ、これか。前回のあらすじ、演劇が無事っていうんかな、まあとりあえずうまい感じに終了終わって、アドリブだったけど終わって、でこの高野祭のキャンプファイヤーで春人くんとマラカちゃんは二人きりといういい雰囲気、もうツネとセリカちゃんがお膳立てしてくれて二人きりの状況ができております。二人が去るとまた俺たちだけでキャンプファイヤーを眺める。どうした？ああ、早く帰ってゲームの続きしたいのになみたいな、オタクみたいな顔したんだよ。ハルト君もなんか、ハルト君も最近新しくゲーム買ったタイプなんかな。早く帰ってゲームしたいなみたいな感じの沈黙やん。二人の間に沈黙が落ちる。たださっきまでの沈黙とは感じ方が全然違う。ま、ハルヒト、は、な、はい。話しかけようとした習慣に遮られ言葉に詰まった。今日ね、ハートビートがすごいドクンドクン言ってる。まだドクンドクン言ってる。5年半が全部まとめて最高の思い出になったよ。え、そういうことなんだ。そしてきっと、もっとずっと前から。まなか。よう、お二人さん。たくま覚悟を決めようとしたその時、おいでもらうかの間に明るい声が響く。たくま。うわ、おい、たくま。おい、この前の家に帰った時みたいにさ、ちょっと二人の間を邪魔しないで。なんだ、二人とも顔真っ赤じゃねえか。察して、たくま、察して。真っ赤な理由を察して。告白の途中なんだよ。途中つうか始めようとしたんだよ。そういう雰囲気だったんだよ。火に炙られすぎたんじゃねえのか。違う、そういう理由じゃないんだ、たくま、察して。あ、いや、そのか、それにしても演劇楽しかったな、ハルヒト。お兄ちゃん、おっと、しずくちゃん、どうした、しずく、な、大きな声出して怖えじゃねえか。そりゃ、そんなしずくちゃんの顔をさせるようなことをたくまがしたからだよ。察しなさい、あなたは。これは多分おそらくきっとクライマックスです。クライマックス？そうだよ、クライマックスだよ。分かってないな、タグマ。とにかくあっちに行くよ、お兄ちゃん。しずくがタグマをせかすように腕を引っ張る。おう、よく分かんねえが、分かったぜ。じゃあ、またな。二人が慌てた様子で来た道を引き返そうとしたとき、どうした？またタグマ。セリカ。セリカは一瞬俺の方を見た後、なぜ見た？はあ、今日は無理そうね。あ、諦められた。俺でもマナカちゃんでもなく、セリカちゃんに諦められた。だね、こうなっちゃ何を頑張っても無理っしょ。無理扱いされたよ。俺はまだいけるよ。俺はタクマ、タクマじゃないわ、セリサだ。いや、いいんだ、自分のタイミングで行くよ。そう、ごめんなさい。あ、しずくちゃんが謝ることないんじゃ。悪いんは一番、悪いんはたくまだけやけんな。話に追いかける、置いていかれるのは気のせいかな。安心しろ、もなか、俺もわかんねえぞ。わからないから困ってんだよ。みんなの姿を見てると自然に笑顔が溢れた。俺の顔につられてか、みんなの顔もまた笑顔に変わる。うん、いいんだ、これで。マラカへの気持ちは、明日、マラカの誕生日に伝えることにしよう。そうだった。明日、マラカの誕生日じゃん。一番いいタイミングかもしれん。誕生日プレゼントにさ、告白ってなんかロマンチックやもんな。ナイスタイミングや。そうだった、そうだった。誕生日か、明日。
それまでのは村子とみんなで作ったこの光景をもう少しだけ感じていよう。これからもこの日々が続いていくと信じて。え、何これ、何この何この文章。これエンターキー押して次の日とかなったらさ、モナカちゃん交通事故死んどったりせんだろうな。大丈夫、死亡フラグじゃないよね。あ、あれあれあれえ、次の日はちょっと待って、エンディング始まった。ちょっと待って、ちょっとおいおいおい、え、次の日になって、次の日になって誕生日おめでとうなって、モナカ好きだでさ、私も好きはる人みたいな感じになってさ、それで終わるんかなと思ったらさ、次の日にもならずに終わった。おいおいおいせめて次の日にはなってほしかったんやけどエンディング始まったしただ前のパートでさ、最後までやればよかった。ここで終わるとはちょっと予想外だったもんな。いい曲。これまでの思い出がこういう感じでどんどん写真として貼られていくっていう、そういういい感じの演出もあって、結局ところさ、愛を叫んだのはあの演劇での話だけだったな。小暮らしめぐる愛の名をっていうからにはさ、もうちょいなんか愛を叫んで終わるんかなと思ったけどさ、演劇でだったな。結局演劇でだった。いや、それにしたってさ、中途半端なとこで終わりすぎやこれタクティカルシンパシー。お、まだ後日談がある。やったやったよ、みんな。翌日あるよ、みんな。やったよよかった、ちゃんと翌日マナカの誕生日来たわ。よっしゃ、ハルヒト君ちゃんと愛を叫べよ、翌日。俺は一瞬の頭痛で目を覚ました。起きてみると体もなんとなく重く感じる。まあ一晩で疲れが取れるわけもないよね。今日は昨日の学園祭の後片付けだ。体が重くともそのくらいならこなせるだろう。あれ、そういえば今は何時だろう。いつもは目覚ましで起きるのだが、今日は自然に目が覚めている。時計に目をやると12時。止まっているだけだった。帰ってきた時に電池を交換したはずなのに、不思議に思いながら携帯電話を手に取る。げっ、遅刻とまでは言うかずとも学校まで走らなければ間に合わない時間を指していた。俺は慌てて制服に着替え、身支度を整える。走れ、さすがに先に行っちゃってるか。まあ、いた。その時また頭にズキッと痛みが走った。え、どうした、なんだって。急がないと。え、ちょっと今なんか力に目覚め始めとんじゃん。覚醒し始めたっていう前兆じゃない。めっちゃにぎやか。学校ってそんなににぎやかじゃないと思うやけど、学校のクラスってそんなににぎやかじゃないと思うやけど。間に合った。ホルギリギリじゃん。片付けだけとはいえ、一応出血は取るんだからね。いや大丈夫っす。ハライハイド学園でさ、片付けだけの場合は特に出血とか、そう、遅刻とかならなそうやけん大丈夫です。ツネとセリカが俺を見て遠目から声をかけてくる。一安心して自分の席の方を見ると、やっぱり先に来ていた。おはよう、めぐり。めぐり？めぐりって何？おはよう、ハルヒト。めぐりって誰だ、おい、ちょっと待って。え？めぐりって何？
ね、え、マラカ、え、マラカちゃんよな、これ。え、めぐりって誰だ、おいおい。初めて聞いた、初めての人物出てこないでも困るんやけど、ちょっと。え、なんで最後の最後で新キャラクターとか出てくるん。めぐり？いや、知らんかな。そんな疑問系で言われてもさ、俺だって知らんけん、歩いとくん。え、また？どうしたの？頭痛？めぐりって誰だ？知らんわ。こっちが聞きたいね。ま、まなかは？第一幕完。え？いやいや、最後の最後ですっごいもうぶっこんできたんやけど、ちょっとおい、え、マナカちゃんがおらんようになってさ、知らん人物めぐりってな。誰やねんお前って、見た目完全にマナカちゃんのにさ。しかも第一幕完ってさ、続くんじゃこれ。小林めぐる第アイドナオの第二幕とかあるんじゃ、セカンドシーズンあるんじゃこれ。村ない、村出てないんだろうな、第2幕村作ってますよの段階なんだろうけどな。え、村香ちゃんの誕生日、村香ちゃんおらんっていうさ。君だけがいない町みたいな感じになってしまったな。マジか、続くんじゃこれまだ。しかもさ、すごいシリアス展開になりそうな振りを残してさ、To be continued の状態で終わったな。第2幕がすごい楽しみなんやけど、楽しみやしさ、絶対話ガラッと変わるよねこれ。めぐりめぐる。そっから来とんやろうな、めぐるって名前。めぐりって名前か。何をめぐってここまで来るのかっていうのがようわからんけどさ、どうやら第2幕があるらしいですね。よっしゃ。で、正確なんでさ、ここでちょっと CG 鑑賞点があるので、ちょっと CG 鑑賞していこう。って思ったけど、これも見たようなやつを見返すだけなんやな。オープニングとエンディングもここで見えるんやね。はぁ、あ、こんな感じで、これがまあ。マジか。次あるんじゃ。あ、このゲームの作者さん分かっとるわ。このおっぱいだけを残してさ、おっぱいだけ見せとる写真があるとかさ、でクリックしてみたらちゃんとまだこう打つとね。このセンス、おっぱいだけをここにドーンと乗っけとるあたりがさ、センスあるな、この作者さんは。これまでの映画こんな感じであって、寝てから揚げ、あ、そうか。こんな感じであって、いろいろこれまでの CG が見えると、そんな感じ、そうか。いやー、ちょっと最後さ、予想外だったねあれ。マラカちゃんおらんようになって、また新展開で第2幕ありますよみたいな感じの前振りさ、めっちゃ楽しみなんやけど。よっしゃ、じゃあ今回最終回ここまでということで、また第2幕の方もちょっとさ、早く作って作者さん、すごい気になる展開なんやけどこれ。まあで次第さ、やりますんで、そちらの方よろしくお願いします。多分定期生フォースでまたやると思います、出たらね。よっしゃ、じゃあ今回小暮しめぐる愛の名はとりあえず最終回やな。第1幕完、第2幕から多分シリアスな展開になると思うよね、何かしら。マナカ失踪編みたいな感じになるかな。まあとりあえず楽しみにしておいてください。俺も楽しみにしてます。というわけで皆さん、週上げ。